はい、皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、ちょっと外で収録をしてるんですけれども、ちょっと皆様にお知らせをしようかなと思って、動画を回しております。ちょっと今日風が強いのでね、こんな感じで森の中に来てるんですけど、あんまり意味がなかったんですけれども、ちょっと、今日はね、僕の個展についてお話をしようと思います。で、まあ、以前ですね、僕の個展エコーが今年の8月1日から、31日までの1ヶ月間で、滋賀高原っていうところの滋賀高原フォトグラファーズセンターで、開催するという、ね、お知らせをさせていただいたんですけれども、イベントの日っていうものがですね、まだ、決まっていなくって、告知をさせて、いただいてなかったので、ちょっとね、今回その日付が決まったのでお知らせをね、しようと思います。で、まあ、基本的には3日間でですね、8月の13日から13、14、15と3日間ですね、イベントという形で、会場でやる形になるんですけれども、基本的にそのイベントの期間っていうのは、まあ、僕のトークショーだったり、あとは一緒に写真展の、ね、合同でやってるんですけれども、その星野くんとですね、一緒にトークをしたりだとか、あとはこの滋賀高原っていうところの、まあ、僕が考える魅力だったりだとか、そういったところを、ね、お話ししたいかなと思います。あとはその作品ですね、展示の作品を一部紹介させていただいたりとか、まあ、そんな感じの、まあ、トークショーみたいな感じのイベントをしようと思っております。で、まあ、今回協賛のメーカーさんがですね、僕の場合3つあるんですけれども、1つが西フィルタージャパンさんですね。まあ、そこの、まあ、フィルターを作っているメーカーさんなんですけども、僕も、ね、愛用している機材で、まあ、そのフィルターさんからもいくつか、ね、機材をお借りすることが、できましたので、それも、ね、会場で使っていただいたりすることができます。そして富士フィルムクリエイトさんからですね、今回、GFX っていうね、まあ、中盤のミラーレスカメラを、借りることができましたので、そちらこちらもですね、3台になるんですけれども、会場で実際に使っていただくこともできます。なかなかこういった中盤カメラですね、使う機会、まあ、お店とかでは使うことができたとしても、こういった自然の中で使えるかというと、なかなかそういう環境ってないと思うんですけど、そういうことができますので、ぜひね、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。そして3つ目のスカイラムソフトウェアさんですね、こちらも僕が愛用しているソフトウェアになるんですけれども、まあ、特にここではレタッチの講義をしたりとかっていうのはないんですけれども、この1ヶ月間ですね、僕の特別のクーポンコードを配布したりだとかしておりますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、まあ、そういったスカイラムのソフトウェアのルミナーネオとかですね、についてもしね、相談等ございましたら、僕がお答えできる範囲でね、相談に乗れればと思いますので、まあ、そんな感じで今回は協賛のメーカーさん3つでね、やらさせていただきたい、いただきたいかと思います。で、まあ、そういった感じでトークショーを午前中にやるんですけれども、今度午後になってですね、14時から実際に滋賀高原のですね、フィールドに出て、まあ、フォトウォークという形で、実際にお借りした機材をね、使ってみるような、まあ、そういった時間もね、ちょっと設けようかなと思いますので、まあ、そういったところも楽しみにしていただけると嬉しいです。で、そのイベントの外でのね、ワークショップっていうのは先着10名様で、ちょっと人数制限をかけさせていただいておりますけれども、まあ、これ来られた方で、ちょっと先着でね、まあ、予約を入れさせていただいて、一緒に外に出るような形になりますので、そちらもね、まあ、ちょっと早い者勝ちになってしまうんですけれども、ぜひ、来ていただけると非常に嬉しいです。という感じで、まあ、イベントは13日から、14、15と3日間設けてるんですけど、基本的に僕はですね、土日は、まあ、会場に在廊する予定でいますので、ぜひですね、風強いで、基本的にこの1ヶ月間ですね、土日は会場に在廊している予定なので、まあ、皆さんとね、お会いできる機会となるかと思いますので、ぜひですね、足を運んでいただいて、お話がね、できれば僕自身もね、すごく嬉しいです。で、土日に関しては、14時からですね、まあ、僕の好きな滋賀高原のエリアをですね、ちょっと、まあ、一緒にお連れして、まあ、いろんな滋賀高原のお話をしながら、撮影のポイントとかですかね、そういったところも解説させていただければと思いますので、まあ、そちらも特に予約する必要はないんですけれども、当日のね、状況を見ながらちょっと開催できればと思いますので、そちらも楽しみにしていただけると非常に嬉しいです。という感じで、まあ、ちょっとダーッとお話をしてきたんですけれども、いよいよですね、僕の個展、エコーがですね、8月1日から31日と、あともう2ヶ月を切ってるんですけれども、まあ、準備もね、少しずつ進んでまいりましたので、皆さんとね、楽しい時間が過ごせるのを僕自身もすごく楽しみにしておりますので、ぜひですね、お越しいただければと思います。で、まだですね、僕のブックの方がですね、予約というか、まだ受け付けておりますので、このエコーですね、手に取っていただけると非常に嬉しいです。ちょっとね、高いんですよ、正直言うとめちゃくちゃ高いです。ただ僕の気持ちのこもった、作品がたくさん詰まっていますし、またね、この
写真集についての解説も今後ね動画、まあ、写真展が終わった後とかでですね動画でお話しできればと思いますので、まあ、そんな感じで楽しんでいただけるようなものになっていると思いますので、ぜひですねこの機会に手に取っていただけると非常に嬉しいですという感じで、あと全部話したかないいと思うんですけれども、まあ本当に志賀高原というね、ここも志賀高原なんですけど、素晴らしい環境で僕もねずっと撮影をしてきているわけなんですけれども、まあ皆さんがこの場所に来て、自然を楽しんでいただくような、まあそういった機会も作れればと思いますし、いろんなね写真の話とかもできればと思いますので、そんな楽しい時間を今年の夏に過ごせればと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。花もね結構綺麗だと思いますので、その時期ぜひねそちらも楽しみにして、来てください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。